さあそれではですね単項式と多項式というものについてお話をしていきましょうまあ、中学校1年生でね項っていうものを習ったと思うんですけれども、えー、それについてですねもう少し深い話をしていきましょう、えー、この真ん中のですね2番目のやつちょっと見てくださいね 2x プラス 3x の2乗 y プラス y の2乗とこんな式があったとしましょうとこれまず項はいくつあるかわかりますか項はいくつあります項っていうのはプラスとかマイナスで区切られた式の塊でしたよね こういううやつですよこいうやつですよ,こうい,うやつですよいいですかえこういうふうにプラスまで含めてこのね文字の前についている符号まで含めてこうですからねいいですかさあそうするとこれ上の式ってこうはいくつありますかってったらプラスとマイナスで区切られてるところがないのでこれ1個しかないですよね。こういうふうにこうが1個しかないような式を単項式。 1>, 項1個しかない式なので単項式と呼びこういう風に項が複数あるようなな式式式ですね2個以上あるような式のこととを多項式と言いま,すまあただですね今2個以上とは言ったんですけれどもまあこれら全部ひっくるめて多項式って言ったりとかすることもありますがまあとりあえず項が1個の時だけは特別に単項式って呼んだりとかすることがありますのでこれ是非ね慣れていってほしいなと思います。そしてここね この 2xy-3x マイナスの2乗プラス xy ってこの式ですねさあこれって項はいくつありますかああ区切られているの見ていけば、えー、ここに1個あって、えー、ここに1個あって、えー、ここに1個あるわけだから項3つだよねそういうふうに考えたくなるんだけれども実際のところはですねこれ項が3つとは言わないんですねなんでなのかっていうとこの 2xy と xy っていうところの文字の部分見てください文字の部分ですここですここですこの係数の2と1ここ1が隠れてるけどな1っていうのは置いといて文字の部分だけ見てあげるとこいつらってどうなってるのかっていうと同じ式になってますよね同じ文字になってますよねこういう項のことを同類項というふうに言いましてですね同類項と言って 同類項はまとめるんですねいい、はい、2xy とプラス x +y こいつまとめたらどうなるのかって当然 3xy になりますので3 x y ス3 x の2乗というふうになりますからこいつの項は実を言うと2個だったわけですね。 えというふうに文字が同じものは同類項ですね、えー、この言葉もしっかりと頭の中にね入れておいてくださいさあ続いてですねもう少しだけ話を掘り下げていって次数といいうものについて考えます数数っていうのは何なのかっていうと一言で言ってしまえば文字をかけている。 個数のことを言うわけです文字をかけている個数のことを言いますいいですかえどういうことかっていうと例えばこの 3a 次乗 B の次数は何ですかなんていう風に言われたときに文字は何個かけてますかこのときにね 係数のこの三っていう数字は考えないです。文字のとこだけ見えるわけです、そうするとこれ。A. 掛け A. 掛け B. っていうふうになってるわけだから、A. A. B. なので。こいつ文字三つかけてますよね。だからこいつの場合。次数はどうなってますかって言われたら、三つかけてたので、次数は三だっていうふうになるわけです。じゃあ、多項式の場合どうなるんだろう。ね、先生これ、これ一個しかないから、これ次数一。なんとかな。ここ見たらどうなってます。あ、Y の二乗、先生。 Y2 個かけてるわと次数2こっち見るとどうなってます XXY だから3つかけてますよねいいですかこういう時はどういうどういうどいね、ええー、風にこいつは何次式ですかってやったら何次式って答えればいいのかい一番でかいやつを採用してください一番大きいやつですすなわちこっち1次こっち2次でこっち3次だったのでこいつを採用してこいつの次数は3次式っていう風うになるわけです いいですかじゃあこっちは3 x y 3 x の2乗これ xy で文字2つかけてますので2次だとここの項も x の 2, 乗で2次だとだから次数同じなので2次っていうふうになりますからねいいですかちなみにですけれどももう少しですね掘り下げていくとこれ主人公を決めてそいつで見ると何次式っていう見方もあるんですね。 つまり、これ A の式として見たら何次式ですかみたいな聞かれ方をすることもあるわけです。A の式として見なさいって言われたときでも、A 以外は文字じゃないよって言ってる。A 以外は数字だからね。だから B はもう数字だよ。もうなんか6みたいな数字だよみたいな思ってくださいということなわけですね。A の式として見た場合は、これ A を2回かけてるから、A の二次式とは言えるわけですね。だからこれ A のっていうふうについたら A の二次式になるわけです。逆に、 B の何式ですかっていうふうに言われたら「B の何次式?」って言われたらこれ「B の」ってなった場合は B だけが文字なわけですからこれ1個しか掛け算されてないので「B の一次式」と呼ぶわけですね。 いいですかこういうふうに主人公が設定された場合っていうのは次数が変わっていくのでちょっとだだけ注意をしていてくださいいくさちなみにこの下の式も見ておくと「x の式としてみなさい」っていうふうに言われたらここに x 1個ありますねここ x の2乗がありますここ x ないわけですから x の二次式って考えればいいと「y の式としてみなさいよ」っていうふうに言われたらここ「y はない」「y が1個あるここ y 2回かけてるわけだから y の二次式になるわけですこっちの式は?」って言われたら「x の式としてみたらここ x が1個かけ算です。 ここ x2 個掛け算ですから、x の式としてみたら x の二次式だけれども y の式としてみたらどうなるのかっていうと、y はここに1個掛け算されてるだけの。これは全部数、その数字として捉えるので、y の一次式っていう風になるわけですね。だから主人公が決まってしまった場合は次数の見方が変わるので、そこだけ気をつけてください。そうじゃない場合、単純に何次式っていう風に言われた場合は文字を何個かけてますか？っていうところを見ていてくださいね。意外とですね。この同理項とか単項式とかですね。まあ、た。 ボルイコはいいんだけど、単項式とか多項式とか、式の次数っていうところ、基本中の基本すぎてですね、みんなファーっと通ってしまって、忘れる人結構多いんですよ。だからしっかりとね、注意をして頭の中に入れといてほしいなと思います。